走りしてるね。あー、いや可愛いよねジュリエットって。いやめっちゃ可愛いと思う。おっぱいでかいし、いやスタイル抜群。やべ始まってた。やべ始まってた。どうもすいません、お見苦しいところすいません。はい、どうもキスケです。今回ですねロイヤルデッキ使って、まあ、ランクマッチ回っていくんですけど、使っていくデッキはこちらですね。ユニコが2枚、ランサー2枚、刃が3枚、ルーが2枚、一振り3枚、ホワイトパラディン2枚、ジュリエット3枚、ロミオが2枚、マーズが2枚、ジェノが2枚、エミリア2枚、アルベール3枚、ルミナスメイジン2枚、トランプナイト2枚、エンタク2枚、アルビダー3枚、ジェネラル3枚と、こういう構成になってるんですけど、フェイスロイヤルではなくてミッドレンジ寄りのロイヤルとなります。いやー今ねやっぱり今の環境、そのフェイスロイヤルしかほとんどいないですね。フェイスロイヤルがほとんどで、まあ、マーズを採用したですね、まあ、フェイスロイヤルも結構いるんですけど、ミッドレンジロイヤルっていうのですねあまり見ない、てかほぼ見ない。ランクマッチ回ってて全く見ないですよね。グランドマスター自分なったんですけど、グランドマスターなるまでに、ミッドレンジロイヤル一回も当たったことがない。本当に、いや忘れてるだけかもしれないですけど本当に見ないんですよ。だからこちらミッドレンジロイヤルを使ってランクマッチ回ってみたいんですけど、これがね、まあ、何戦か回ってみたんですけどすごく強いすごく強いんですよ。まずそのフェイスロイヤル、ミラー戦でフェイスロイヤルと当たった時にまず負けないですね。まず負けない。まずねユニコをまず1ターン目に2ターン目に貼ってあげればそれだけで止まりますし、ランサーで刃ネズミ一振りとね、まあこうやってねマナカーブに沿って、プレイしていけばもうフェイスロイヤルにはねもうほとんど負けないです。本当に、本当に強いミッドレンジロイヤルなんで、まあ、ぜひともね使ってみてほしいんですけど、まあねランクマッチどうやって戦っていくかっていうところですね、まあぜひ見ていただきたいので、よろしければね動画の方最後まで見ていってください。チャンネル登録グッドボタンしてくれるとすごいね嬉しいです。はい、それではランクマッチいってみましょう。はい、お相手はロイヤルですね。さあロイヤル相手に高校を引かされていくんですけど、このミッドレンジロイヤルはねほんとフェイスに強いので、ちょっとね格の違いってやつをねちょっと見せてやろうかなと思います。はい、まあ1ターン目の動きないのはちょっと弱いかなって思うんですけど、ランサーもユニコも一振りもあると悪くないんじゃないのこれ。悪くないっすよ。オーレスナイト、オーレスナイト横に展開してきましたね。じゃあまあここユニコでいいかな。さすがにユニコは無視できないと思うんで、ユニコ貼っておきます。ユニコ貼ってランサー貼ってまあ一振り打ってまあジェノで処理してってやってればまあおのずと割とね止まってくれるんじゃないかなと思います。はい、パレスフェンサー、パレスフェンサーでバフかけてまあ突破してくるか。じゃあまあ歴戦のランサーでいいかなこれは。歴戦のランサーで良さそうですね。一振りか、まあここは歴戦のランサー、これでまあ2点分は止まりますからね。でまあ次のターン、一振り一振り一振りでまあその盤面を取ってまあナイト進化で盤面取ってあげるっていうこともできるし、あユニコいいですね。まあここ一振りで取ってまあユニコかな、ユニコでまあそうだな、ナイト進化で取ってあげようか。ナイト進化で取ります。さあユニコ2枚目は結構うざいんじゃないの。結構うざいんじゃない。ただねエフェメラちゃんが出ちゃったんでまあちょっと厳しいかなっていう感じはするんですが、ここで円卓会議でまあホワイトバラディンがね出てくれれば非常に嬉しいんだよな。パレスペンサーでバフかけて進化して顔面かな。もうユニコ無視ですねこれ。あーそっち進化か。なるほど、それはそれで構わないですね。構わない、まあ、顔面に進化圏を切られないだけやっぱりマシですね。まあここは円卓会議からのホワイトパラディン普通に来たな。あそしたら一振りの前にホワイトパラディン出して、
フォアパラ進化して一振り使いましょう。これで3体出てくるからな。3体守護が出てくるんで強いよ。これは非常に強い。まあこれ取って一振りで、一振りで取って3だから、まあ守護残したいんで、まあこれはこう取ってあげましょうかね。うん、悪くないんじゃない。ホワイトパラディン守護4枚突破するのは結構厳しいと思いますよ、やっぱり。でまあ次のターン円卓会議で、まあマーズとかジュリエットとか出てくれればよりね処理しやすいんだ。おっとアルゲールか、それはちょっとあまり強くないですね。おっとエフェメラ使ってきましたね、ありがたい。それは非常にありがたいですよ。さあどうする。まあ処理してきますね。いやまあエフェメラはしっかり処理してあげましょう。うん、エフェメラで殴るのはねちょっとないんじゃない、さすがに。おっとここは円卓会議。さあホワイトパラディンが出ていく。フォアパラ進化でいいかなこれは。うん、いやちょっと待てよ、とりあえず、エフェメラ取ってこいつをこう取って、うん、そうだな、進化権つかなくていいか。いやこいつに切っておくか進化権。うん、これでしまいだ。シールドガーディアンに、まあ、進化権切って簡単に突破できないようにしておこう。うん、これでいいんじゃないか。でまあ次のターン、フロントガードジェネラル貼って、まあ盤面をきっちりと押さえていくっていう感じですね。相手は非常に弱い動き。これ進化圏使ってくるかな、さすがにぶつけてくるでしょ。あ、ぶつけて進化圏切ってくれる、どうでしょう。切ってくれればありがたい、ありがたい。ありがたいっすね。それ相打ちで消えちゃいますから、それは非常に嬉しいですね。さあフロントガードジェネラルで全てが止まっていくと。残念でした、残念でした。甘いっすよ。うん、これはしっかり処理しておこうか。やるね。あ、いいんですね、いいですよ。まあ、ジェノで進化圏使わずとも処理できるんでね、はい勝ちです。いやもうこう止まる、止まっちゃうんですよね。やっぱり高校引いてもフェイスロイヤルには勝てます。はい、お相手はエルフですね。うわーうわー、これはちょっときついんじゃないの、ちょっときついですね。うわー、相手はニュートラルエルフですねこれは。うん、まあ展開への階段が入ってる、その何ですか、 OTK エルフはねあまり見ないんで、まあ、セクトール入ってる時代もそうですね。ムキムキ男が出てきたんですが、こちら何もできないですね。2ターン目の動きもなし。さあどうしよっか、これはちょっと厳しいな、厳しいですね。タイザー、うわー理想的なムーブですね、割とまずい。うん、3ターン目の動きもないですね。あーっとはまずいんじゃないのこれ。あーっとまずいんじゃないこれ。うん、まあね、フェイスじゃないですからね、フェイスじゃないのできっちりと、きっちりと戦っていこう。うー厳しいっすな、厳しいっすな。ユニコちゃん遅いっすね。まあエミリアでいくか、エミリアで守護張っておくのが一番マシかな。うん、マシかな。まあ、ここカイズ取って、まあ、人間以外を取ってあげて、まあ、サブリーダー展開していきましょう。うん、あーちょっと遅いかな。まあ、次のターン円卓会議で、まあ、マーズとかね一気に展開できれば強いんですけどね。マーズとホワイトパラディンを、まあ、展開して、その戦っていくと、まあ、そういう動きが非常に強いので、まあ、そうしたいですね。うん、ジュリエットは正直やめてほしい。ぶつけていく。そして、あ、展開への階段発動させたんですね。5ターン目の動きあるでしょさすがに。あ、キャロットヘクトルじゃないだけマシかな。結構それは無駄な動きなんじゃない。うん、それは結構無駄な動きじゃないか、違うか。アルテンキャロットは悪くないですね。うん、あまり相手強い動きとは言い切れないかな。ホワイトバラに、まあここは円卓会議ですね。円卓会議まず2体。悪くはないが強くもないと。まあ悪くはないが強くもない。
そういう感じかな。うん、こっちのマーズ進化した方が良かったかな、正直。まあでも相手は進化した方をやっぱり取りたがるんじゃないか。うん、どうでしょう、ビューティー&ビースト来るかな。ビューティー&ビースト来るのであれば、まあトランプナイトやら円卓会議で横に展開して、まあ、攻めてあげるっていう感じかな。エルフの攻撃、キャロットキャロット進化してくんの、それしてくる。進化圏を対応放置してるけど大丈夫ですかね、大丈夫かな。まあまあまあいいですね、それは構わない、大丈夫。もう一発円卓会議打つか。うん、もう一発円卓会議打とう。まあ進化圏温存したいっていう気持ちはあるんですが、ちょっとね形を作っていきたいので、まあここは、あーっとこれはまずい。なるほどね、なるほど。まあここロミオ進化ですね、うん、ロミオ進化で取りましょう。まあ、相手進化圏ないんでね、相手進化圏ないので、フォロワー2体並べられる方がやっぱり嫌なんじゃないか。うん、まあ、しっかり取って顔面いきます。さあどうでしょう、ロミオが一番の外れだな正直。うん、エルフの攻撃、そしてあーキャロット、まあルミナスメイジで取ってあげることはできるので、ルミナスメイジと一振りで、まあ、盤面取っていくっていう形が一番強いんじゃないでしょうか。ルミナスメイジで、まあ、一振りで取ってあげて、一振りで取ってあげて、まあそうだな、まあこっち進化で取りましょうか。節約進化、節約進化がやっぱり強いんだよね、節約進化がやっぱり強い。でまあ衝撃2枚吐き出しましたから、まあ、次のターンそのトランプナイトとか、まあ、横にずらっと並べてしまえば、もうこっちの思うツボかなと。クリスタリエリン、うん、進化圏をね回復してきましたね。厄介ですね。おー、それは厄介やな、本当に本当に厄介。ただまあジェノで取れるんでね、うん、ただ別にエンハンス6で使うまでもないエンなので、ここはねどうしようかな。まあ、ホワイトパラディン貼ってっていう動きもまあ悪くないですね。歴戦のランサーとジェノ、歴戦のランサー、ユニコ、ジェノでいきましょうか。まあ、それが一番いいんじゃないか。ユニコ、ジェノと横に並べるのがやっぱりロイヤルは強いんでね。ここはジェノ、ジェノは犠牲になってもらおう、うん、これでいいですね。横にずらっと並べておけば相手もやっぱりね処理しづらいし、こっちもね処理に使う分には割と使えるので、ビューティー&ビースト今出してくるんだ。まあそしたらアルビダ発動させて、まあ一気に戦っていくっていう感じかな。まあジェネラルでもいいか、ジェネラルでいいかな、うん、ジェネラルでいいですね。ジェネラルとユニコ、ジェネラルとユニコ、もう盤面は無視でいきます。顔面無視で顔面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 いきます。いや、やっぱりね、ロイ、ミッドレンジロイヤルの何が強いかって言ったら、守護が豊富で、相手は止まってくれるんでね、強いです。あ、武闘、武闘使ってきます。そして、出てくるよ。出てきちゃうよ。まあ、さすがに処理してくるよな、こうやって。処理して、待っても、まだ守護は出てくると。まだ守護は出てきます。ユニコか。ユニコはちょっと嫌なんで、処理しましょうか。うん、ユニコ2枚なんで、ここで4点回復できるのは非常に強いぞ。アルビダ、ここはアルビダですね、アルビダ。で、まあ、ユニコでユニコ取る。いや、ユニコは残しておこう。こいつでこう取って、まあ、顔面行って、顔面行って、顔面行って、さらに守護を張っておくと。困りますね。相手、アンリエット持ってると思うんですよね。やっぱり、ビューティー&ビーストの勝ち筋っていうのは、ビューティー&ビーストアンリエットなんで、うん、そしてどうする、ビューティー&ビーストの体力がみるみる減っていくぞ。うん、ここら優しき目人、相手も守護を張っていきますかね。そしてアンリエット、アンリエット何で使うの。おー、なるほど、それはまあまあ強いんじゃないの。さすがに処理してくると、うん、どうしようかな。トランプナイト収集でもいいような気がするな。うん、アルビダでも構わない。ジュリエットか、まあ、アルビダとジュリエット行くか。じゃあアルビダとジュリエット行きましょう。アルビダジュリエット、でそうだな、ジュリエットぶつけて
ユニコぶつけて、こいつらは顔面いきます。顔面と、はい、勝ちですね。非常に強い。まあ今流行りのニュートラルエルフにも、まあ、勝てると、はい、勝ちです。さあお相手はロイヤルですね。来ましたねロイヤル。まあ後攻取らされていくんですけど、やっぱり1試合目のようにしっかりとね盤面除去して、守護を立てて勝っていきたいですね。うん、勝っていきたい。やっぱフェイスロイヤルはね許しちゃいけないと思うんすよ。許しちゃいけない。誰が悪いとは言わない。誰も悪くない。誰も悪くないんだけど、あ、1段目の動きなし。本当にありがたい。一振り引いていく、悪くないですね。あー、どうなんだろう、フェイスなのかな。もしかしたらミラーの可能性もあるんだよね正直。うん、さあ2ターン目の動きどうでしょう。どうだ、2ターン目の動きもうないの本当に。えフェイスロイヤルじゃないのかな。あー、フェイスロイヤルだ。なんだなんだ、びっくりした、うん、びっくりしたわ。まあ、ここはヤイバネズミですね。ヤイバネズミキュッキュッと出してあげようかな。うん、ヤイバネズミ処理してくるかな。ただ処理するにはやっぱりそのまあ3コスな、まあ、ノービストルーパーとかでね処理できるんで、まあ、それほど怖くはないでしょう。メンタウルスヴァンガード、え、処理したら死んじゃうよ。ああ、処理しないよね、さすがに。よかったよかった、これはありがたいですね。まあ渾身の一振り打って、渾身の一振り打って、こいつは顔面ですね。顔面。さあ、刃ネズミがね本当にね、その高校でフェイスロイヤル、ミラーのロイヤルと当たった時に本当に強いんですよ。やっぱり相手は盤面無視してもう顔に行くしかないような、まあ猿みたいなもんですから、まあ、刃ネズミがどんどん膨れ上がっていくんですね。でも気づいた時には時すでに遅しと。うん、と気づいた時にはもうすでに遅しとなっていくんですね。で、ここで、まあ、ノービストルーパーとか走らせて取ってくるのであれば、もうそれはバンバン剤ですよ。ダラダラ天使か。ああ、もうやっぱりね、無視してきますよね。そうやって。大丈夫か、それで。大丈夫なのかね。まあ、ここ、刃ネズミと歴戦のランサー出して、ランサー進化で取ります。うん。すれば刃ネズミがね本当に強いことになってくるね。うん、しかも歴戦のランサーで刃ネズミを蓋をしていくと、うん、強いんじゃないかこれは。ほらね、もうフェイスロイヤルにはねもう勝つんですよ。勝っちゃう。高校引いてももう勝っちゃう。負けようがない。負けようがない。だってね、この盤面見てくださいよ。相手どうもできないでしょ。トランプナイトを広げてきて、まあ処理に回ったとしても刃ネズミは残りますから。まあ嫌なのがやっぱりそのあれです、何ですか、マスタークノイチをね進化してもうポンとこう次のリーサルの日備えておくっていうのがね結構嫌なんですけど、うん、まあそうしちゃうと結構ね本当にリーサルに近づいちゃうので、まあトランプナイトで、まあ必殺進化で、あ、そっちか。どうしようかな、じゃあどうしようか。あー、そう取ってくるんですね、まあ、そこまで来て顔面いくんだ。じゃあどうしようかな、ルミナスメイジか。ルミナスメイジも進化するか。じゃあここはルミナスメイジでいくか。ルミナスメイジ行って、まあ、ルミナスメイジ進化で突破して、そうだな、必殺持ちちょっと正直もう無視でもいいような気がするんだよね。もしでもいいような気がする。おっと、スタッツがぐんぐん上がっていきますね。どうしよう、取るべきかな。やっぱり必殺はちょっとうざいか、さすがに。いや、こっちでいいな、こっちでいい。取ってこの刃ネズミをぐんとぐんぐん上げていくと、次のターンリーサルはね多分ない。円卓会議8点10点11点でしょ。うん、2点足らないからね。まあ、ただ円卓会議と、クイックブレーダーだとリーサルが出ちゃいますね。あ、トランプナイト大丈夫大丈夫大丈夫、ね、どうする。もう時すでに遅しだよ本当に。本当にもう時すでに遅し。君のライフを見なさい。もう弱いぞ。大丈夫か。さすがに取ってくるよな。さすがに取ってくるよね。わーっと刃ネズミかわいい。なんか
かわいい。どんどん蓄えてるよ。かわいい。で、まあさすがに処理してくるでしょう。うん、そうやってね、処理にね、もう進化圏使っちゃうと、もうね、ダメなんですよ、フェイスロイヤルは。うん、ペルセウス。大丈夫、大丈夫。痛くも痒くもないね。ジェノ。ナイス、ジェノ。いや、でも、ジェノより、ここは、プリンセス・ジュリエット、いや、ルミナス・メイジかな、ここは。うん、ルミナス・メイジ。ルミナス・メイジ出して、こいつ進化して、バフかけて、ペルセウス取っちゃって、っていう動きの方が一番強いんじゃないかな。うん、さすがにね、リーサルが来そうな予感がするので、さすがに処理しておきます。で、5点でしょ、あと余裕だよ。だって相手盤面処理できないでしょ、さすがに。何をしても何ができる、君に、君に何ができるというんだ。でもう次のターン、フロントガードジェネラル置いてあげれば相手はリタイアします。見ててください。いや、もうリタイアするかもしれない。フロントガードジェネラル、アルベール出して、どうする、アルベール出して、さすがに処理しないとダメでしょ、うん、それリーサル出ないですからね。はい、処理してくる。そしてもう処理していく。全然大丈夫。あっとたまらず飛び出していく。はい、フロントガードジェネラルしのぎ切ってみせよう。これでもうね、多分相手リタイアするんじゃないかな。これでリタイアするんじゃない。アルベールじゃなくてこっちエフェメラの方が怖いんで処理します。止まるでしょう、もうリタイアするでしょう。諦めない、諦めない心も大事だが、やっぱりグランドマスターになるためには試合効率を考えた方がいいんじゃないか。うん、はい、どうですか。もうリタイアでしょ、これはもう突破できないよ多分。トランプナイトとかでね、守護張ってきてもジェノで突破できるんで何も怖くないですね。戦場をかけましょう。何も怖くない。2枚走らせていく。すべてが失踪なんだが、怖すぎ。もう処理していく、勝利していく。しかし出てくると、はい、止まっていく。はい、勝ちですね、強い。いや、もうね、高校引いてもね、フェイスロイヤルにはね、間違っても負けないぐらい強いですよ。うん、勝ちです。はい、皆さんお疲れ様でした。今回使ったデッキはこちらです。ミッドレンジロイヤルですね。非常に勝率が高くて、もう非常に勝ちやすいです。でね、フェイスロイヤルがね、本当にうざいなと。フェイスロイヤルマジでうぜえ、こいつら本当滅びろよと思う方は、本当これ一回作ってみてやってみてください。うん、もう、まあこの動画でね、フェイスロイヤルとの対戦が2戦ありましたよね。1戦目と3戦目ありましたけど、両方とも高校引いてるんですよ。それでも勝てると。うん、だからね、本当にフェイスロイヤルが許せない人はこれ使ってみてください。マジで勝てます、マジで勝てる。うん、はい、それではね、皆さんよろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。チャンネル登録はですね、画面右上の僕のアイコンから、その他諸々動画出してますんで、よろしければぜひご覧ください。それでは、良きシャドーバースライフを、バイバイ。